はい今回はブログ内ブログ自体で対策できる5つのうちでリライトということについて見ていきますリライトってどういうものかっていうとリライトですよねリっていうのは再びっていう英、ね、単語でありますけどもリユースとかリサイクルってやつですね再びライトするんですね再び書くということですなのでどういう意味かというと人気の記事にまずは焦点を当ててくださいねということです 人気というのは、つまりアクセス数の多い記事ということですね。このアクセス数が多いか少ないかというのは Google Analytics で、ね、簡単に測れますので、アクセスが人気な記事っていうのに焦点を当てると。そのためにはね、記事数っていうのを少しないといけないので、はじめは継続的に記事を更新しましょうねということですね。継続的に記事を更新していきます。で、Analytics でアクセス数っていうのを把握しますで。ここまでよろしいですかね。極めてね、基本的な作業です。 で、そうなってくると、アクセスのある記事っていうのは分かるわけです。これ、ね、爆発的にあるとかではなくて、この記事が他の記事よりも少し人気そうだなっていうのが分かるわけですね、数値として。そうなったら、そのアクセスのある記事っていうのを手こ入れしていきましょうっていうのが、このリライトの基本姿勢になります。で、リラ,ンリライトのポイントなんですけども、まず、元ある記事、人気の記事を書いていく。 リライトしていくんですけども、もそこにね、少し古い情報とか、ちょっと情報、こういう情報を加えた方がいいなっていうことですよね。いうものに対しては、情報をアップデートしてくださいと。例えば、数値が変わってる物事ですよね。それを数値を変えるとか、新しい情報が出たら、情報自体を新しく加える。それをアップデートしてくださいと。あとは、そのブログ記事っていうのはね、コンテンツマーケティングということで、立派なコンテンツですよね。そのコンテンツ自体を、 もっと詳しく書くとか、もっと例えば要素を増やすとかね、もっと例えば本の目次であれば目次を増やすようなイメージでもっとコンテンツ自体を追加する。ということで、その人気のある記事はもうすでにアクセスが来ているわけですから、来ているものに対してもっと、ね、質が良くなればもっとアクセスが上がります。という意味でアクセスアップっていうのは、このリライトということを加えることによってもっと効果的にアクセスする。 でアクセス数が集まる、プラス、また評価が上がるという効能があるんですね。でぜひね、このリライトというのを行ってみてください。